おはようございます。今日のマイクラフトでございます。あれやりました。葉っぱも木こりコマンドで凝るように設定しました。そしたら大変なことになってしまいました。木こりコマンドを使うと森がなくなるんですよ。森がなくなるんですよ、これ。あ、もう23日目です。おはようございます。一瞬にして森が消えてしまうんですよ。これはどうしたらいいんですかね。まあ、しょうがないのかな。しょうがない。まあ、手が省けましたね。やったね。いや、便利だな。というわけで、チェストを置いて、ただこのアイテムをね、回収するのがめっちゃ大変なんですよ。この木を掘った後にね、アイテム回収するのが大変だから、このアイテムをね、回収する手段なんかないかなって思ったんですけど、ちょっとないですね。アイテムをですね、木を掘った時に出てくるアイテムをそのまま地面に落とすんじゃなくて、プレイヤーにギブしちゃうっていう手も考えたんですけど、そうすると、インベントリから溢れたものが消えちゃうっていう問題がございまして、なんで消えるんですかね？よくわかんないんですけど。なぜかね、ギブしても消えちゃうんですよ。普通、ギブで余分なアイテムをゲットすると、その場に落とすはずなんですけど、なぜか落ちないんですよね。あ、そうか、ギブコマンドじゃなくて、ルートコマンドでやってるから落ちないのかな、あれは。まあ、ともかくともかく、しょうがないので、この感じにします。森が消え去る感じで。で、アイテムは拾うと。なかなかルートコマンドもね、1.14 で追加されたコマンドなので、まだまだ、なかなか、かゆいところに手が届かない部分はありますね。ルートコマンドではですね、ルートテーブルから、なんていうんですか？ルートテーブルを参照にしてアイテムを取得するんですけど、取得先をチェストに入れるっていうこともできるんですよ。なんですけれども、それがチェストの位置を指定するのがですね、座標入力を整数値で入れなくちゃいけないという問題がありまして、そうするとですね、ルートコマンドのマイン、つまりどこかのブロック、ここのブロックを壊したときに出るアイテムを欲しいですっていう座標入力にも整数値が必要なので、コマンド一つに整数値が2つ必要になるんですね。そうすると、エグゼキュート、何ってか、ちょっとなんか説明めんどくさいんで、簡単に言いますと、チェストにブロックを入れるっていうのは難しいっていうことです。簡単に言うとそんな感じです。まあ、おそらくそのうち解消されるとは思うんですけどね。わあ、木こりめっちゃ楽。いいんでしょうか、これ。アイテムが持ちきれませんね、これ。さて、でも、かなり森が伐採できました。いいんじゃないでしょうか。このシャベルでさ、整地するのもなんか、もっと思い切って整地させちゃおうか。なんか整地するの大変だから、例えば、シャベルを振ったら、今だとですね、シャベルを振ったところから、こういうふうに、上3マスしか掘れないんですよ。これ3マスに限定しなくていいんじゃねえかなっていう。整地するためには、掘ったところから全部上掘れちゃっていいんじゃねえかなって思ってます。これどうなんでしょうか。とても効率的になると思います。素敵。木がね、木っていうか石が残っちゃうんですよね。どうせ、シャベル使うときなんて整地するときぐらいだから、もう木も、凝っちゃっていいんですかね。
肝全部凝っちゃっていいんですかね。さてさて、そしたらつるはしいらなくなるな。というわけで、かなりいい感じに広くなり、あれ？これ腐ってる肉。なんで腐ってんの食っちゃったよ。かなり広くなってきましたね。あとはこの山を崩すだけと。崩すのが大変なんだな、これ。崩すのが大変なので、やっちゃうか。やっちゃうか。やっちゃっていいんじゃねえかな。このシャベルで、ものすごい勢いで、ガバッてこう、崩すっていうの。これな。こういうのが大変なんだよな。石が大変なんだ、石が。山には石が含まれている。いやでもあまりにもなんかコマンドを使って効率化しすぎると、今度は建築を頑張るしかなくなってしまうので、僕の建築力が試される感じになっちゃうんだよな。ね、なんだろう、マイクラいいよね。掘ってるだけで前に進んでる感じ。なんだろう、掘るとね、心が安らぐんですよ。落ち着くっていうかね、掘ることで穴が開くっていう、それだけのことがすごく心地いいんですよ。何なんでしょうね、これは。まだまだありますね。これ山崩すの大変だな。大変としか言いようがない。いや別に黙々やる分にはいいんだけど、何が大変って、この一日縛りプレイなのに、こういう作業をしなくちゃいけないのが大変なんだな。原木。足場は原木で。これ爆発するの大変だな。なんか、精神的にダメージを負うな。おって一瞬、ちょっとだけびっくりする。爆発すると。さて。今思い出したんですけれども、ちょっと待って、今日は何をするっていうのを決めてからマイクラしないとダメだね、これね。いや、じゃあなんで山崩してんだ、これ。僕は確か、記憶が確かなら、牛を探していたはずだったんだけど、この山を崩すっていうのは、
長期スパンでの、この目標であって、まず石を探すんじゃなくて、まず牛を探すという予定だった気がしてならないので、山を崩している途中ですけれども、やっぱり牛を探しましょう。牛を前くらってやる前に何やるかちゃんと決めないとダメだね、これね。さてさて、もしゃもしゃしてると枝も手に入るのいいね。さて、牛を探しましょう。土はもっとっていう今日の目標を思い出した頃にもう夜になってるのはとてもまずいんだよね。とてもまずい。あれ、松明が少ないな。松明も取りに行こう。で、牛を探して皮を作って、いや皮を剥いで、いや皮剥ぐ前にまず牛を増やして、もうですよ、もう。木炭、あと、この木炭新しく作っとこうね。木炭たくさん使うから。木炭、ベイクドポテト。ベイクドポテト、できてる。これご飯にしよう。リンゴをしまったんだっけ。で、木炭ができたので、違う。棒を作って、木炭を棒に刺します。松明です。簡単だな。マイクラの松明、超簡単。木炭を棒に刺したら松明って。超すげえ。さてさて、あ、でもちょっと軽くなった、キコリコマンドが。やっぱりね、なんだろう、この枝、いや、この草は落ちるのかな、落ちないのかなみたいな、その判定がちょっと重いのかもしれないな、もしかしたら。ほい、ドン。さて、牛はどこだ。この島も明るくなって、あれ牛ではなくて黒い羊いたい。ちょっと待って、ちょっと待って、立て装備したろか。いや、でも巻き潰しの方が大事だから立てはいいや。よし、よしよし。さて、じゃあこの森を一瞬にして消し去る時が来たのか。これは多分これ一瞬で消えるんだよな。チェストの用意しといた方がいいな、これ。うわ、待って、ああ、びっくりした。ちょっとボコボコしてるから埋めとこうか。ぽい、あれ埋まりませんね。ほい。わお。埋まった。ああ！なに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 ？今埋めたばっかりなんだけど。やめてよね、そういうの。なんでそんな穴開けるの？とりあえず、ちょっと暗いんです。まずチェストを作ります。前もってチェストをたくさん作っておきます。そして、これを置きます。ここに、この材、ん？
ここに木材的サムシングを入れます。ダークウォーク、原木とかこういうのを入れると、ここにちょっとボコボコになってる穴はある程度は綺麗にして、よいしょ、おやん、アイテム落ちてるとやっぱダメなのかな、これなんで動かないかわかんないんだよな、これ。一応このアイテムを手放した瞬間に一番近くにあるアイテムにこのアイテムを使って埋めますっていうフラグを埋め込んでるのでできるはずなんだけど、なぜかできない。はい、ちょっとはみ出たな。さて、では森を消し去りましょう。お腹をまず膨らまして、いくぞー、はっ、重い、めっちゃ重い、めっちゃ重い。これどこまで消えるんだ、どこまで消える、ちょっと待って、重すぎる。多分森を消し去ったことでアイテムの数がすげえ増えて、うわー FPS2 だこれ。これダメだ、これちょっと本気で重い、マジかこれ。これはね、アイテム溢れてもいいからギブの方いいかな。まず、このアイテムを取って、ちょっとアイテム数減らしていこう。軽くなってきた。軽くなってきた。FPS が9まで上がった、9まで。やべえな、これ。もうここの、うわぁ、なんだこれ、本当に森がなくなってる、何もなくなってる。重い。なんか落ちてるアイテムをチェストに入れるコマンドとかあればいいんだけどね。いや、できなくはないんだけど大変なんだよね。チェストの何マス目が空いてたらここのマスに入れてみたいなことやんなくちゃいけないわけでしょ、あれは。とっても大変。大変ってことはないけど、一回やれば楽だけど、やるまでがめんどくさい。うわー、ここ FPS にいた。もう最終手段やるか。最終手段。この落ちてるアイテムを消し去るか。切る。アットイータイプイコールアイテムドン。あー軽くなった軽くなんだよこれ。いって、とりあえず分かった、溢れたアイテムはドロップしないようにしようかね。溢れたらもうしょうがない。あ、クリーパーいる。やばい、よし、じゃあちょっとポーズして、ここの森を消し去る前にちょっとコマンドを修正しよう。森を消し去る前に、はい、リロード、これで OK。 待って、森消し去る前に、じゃあアイテムをこのインベントリー開けなくちゃいけないんで、インベントリーを開けましょう。インベントリーを開けて、待って、
もう、インベントリー開けて、まだ、もうちょい欲しい、もうちょい欲しい。で、インベントリー開けて、これでいいか？土でここ埋めて、はい。埋まらない。これ何らかのバグが出ている。なぜかわからない。まあ、いっか。足りない。さあ、これで OK。じゃあ森を消し去りましょう。消えろ！わー。消える。森が消えていく森が消えていく。あー、寝る時間だ。消えた。何もなくなった。おやすみなさい。ちょっと待って。ゾンビに追われてる。あー、ダメだ。逃げながらおやすみなさい。じゃあねー。バイバーイ。